はい、木村です。宮古島の舞浜ビーチというところに来てます。すごい綺麗ですね。東洋で一番綺麗なビーチとも言われてみたいですね。空いてますよね。これだけ今日ないんじゃないですか。まあ平日っていうこともあるかもしれませんけども、とっても快適です。風はちょっと感じてもらうことできないかもしれないですけども、非常に適度な風で、ちょっと入ってみようかな。魚も見えます。まあ、取れるかな。ちょっと難しいかもしれませんけど、こんな感じです。あとアクティビティも結構多いですね。パラセーリングとか、魚も奥なりの魚ですね。ありがとうございます。ライハービーチ、すごいです。じゃあまたレポートします。